バッドレールディーゼルカー、またはバッドライナーはアメリカ合衆国の金属メーカーであるバッド社がかつて製造していたステンレス製の車体を有する機動車である。1949年から1962年にかけて製造され、北米を含めた世界各地へ導入された。この項目では RDC をもとに設計が行われた鉄道車両についても解説する。 バッド社が最初に製造したゴムタイヤ式機動車リオグランデ鉄道に導入された機動車プロスペクターアメリカにおける機動車の歴史は古く20世紀初頭の段階でマッキーンレールモーターによるガソリンエンジンを備えたマッキーンレールモーターが北米各地に導入されていた。また1920年代以降はブリルをはじめとする企業がトゥードルバグと呼ばれる。 電気式機動車を多数製造し、各地の中、短距離列車における運転の効率化やコスト削減に貢献した。そんな中、バッド車は1932年にステンレス製の車体を使用した機動車を発表し、鉄道業界に参入した。ステンレス車体は従来の鋼鉄を用いた車体に比べ軽量かつ、頑丈で錆びることもないという利点を有していた。最初の車両は、 フランスのタイヤメーカーであるミシュランとの提携で製造されたゴムタイヤ車両であったがタイヤの破裂や脱線が相次いだことで短期間の運用に終わったその後に製造された動力集中式列車であるバイオニアゼファーは高い成功を収めたが1941年に製造された通常台車による二両編成の機動車プロスペクターは 使用路線であったリオングランデ鉄道の使用条件に、テキサス1942年に返却されてしまった。これらの失敗を経て、第二次世界大戦終結後の1949年以降バッド社が製造した機動車が RDC である。最初の車両は1949年に製造された後、あとシカゴユニオン駅で展示され、翌1950年にニューヨークセントラル鉄道で、 営業運転を開始した。車内レイアウト車体は、バット車が手掛けていたステンレス製のものを用いており、耐久性と軽量化の両立が実現している。総括制御に対応しているほか、一部車両を除いて、車体の両側に運転台が設置されており、需要に応じた柔軟な運行が可能である。エンジンは、デトロイトディーゼルが製造した直列6気筒のものを採用し、 液体変速機を介しボギー台車の車体内側の車軸に動力を伝える構造となっている。車内には空調装置も設置されているが、屋根状の機器は集中式冷房装置ではなく大型のラジエーターである。1956年にはエンジンの出力増強、座席の改良、前面窓の小型化などの使用変更が行われ、1962年まで 製造が続いた。以下の5種類が製造されたほか、調理室の増設など、各地の鉄道の用途に応じた車両の製造も実施された。1949年の登場以降、RDC はアメリカ全土に導入され、各鉄道の動力近代化やコスト削減に大きく貢献した。特に、ボストンメイン鉄道は1962年の 時点で101両の RDC を所有し、75両の蒸気機関車と約400両の客車をすべて置き換え、運用の効率化を実現させた。アメリカの鉄道大長機にあたる1960年代から1970年代にかけて RDC が最後の旅客列車となった鉄道路線も多い。また、地域輸送に加え優等列車に使用された例も多数存在した。 ボルチモアハイオ鉄道では調理室を設置した RDC-2 と2両の RDC-1 を連結した優等列車でライトスピードライナーが1963年まで運行されウエスタンパシフィック鉄道ではカリフォルニアゼファーの保管列車ゼフィレッテとして RDC-1 の単行運転が実施されていた1971年のアムトラック発足時も 工述するロジャー・ウィリアムス用車両を含め多数の RDC が隠し鉄から継承され、コネチカット州を中心に使用された。また、モータリーゼーションを経て、鉄道の見直しが進む中で、RDC は引き続き通勤輸送に多数用いられることとなった。1990年代以降は老朽化に加え、海外メーカーが製造する。 新型機動車への置き換えによる廃車が進行しているもののダラス高速運輸公社で使用されていた RDC が2017年にオールアースレールに譲渡されるなど登場から半世紀以上が過ぎた2018年時点でも継続して使用される事例が存在する1953年以降 RDC はカナダ各地の鉄道にも多数導入され特に カナダ太平洋鉄道の計52両という導入数はボストンメイン鉄道に次ぐ多さだった。カルガリー・エドモントン間をはじめとすると士官輸送に使用され、レイライナーという愛称が付けられていた。また、カナダ国有鉄道も25両を導入し、レイライナーという愛称で運行していた。これらの鉄道が主要旅客事業をビア鉄道に関した際に、 RDC も合わせて譲渡され、2018年現在でも、現役を維持している。なお、一部の RDC-2 については、バッド社のライセンスに基づき、カナダ国内のメーカーである、カナディアンカーファウンドリーが製造している。蒸気の他にも RDC を導入した施設が存在し、パシフィックグレートイースタン鉄道では2002年10月まで、RDC を用いた、 旅客輸送を行っていた。1951年、オーストラリア政府が運営していたコモンウェルス鉄道は3両の RDC-1 を導入し、CB 型の形式名を与えた。南オーストラリア州で客車列車を置き換える形で使用され、これにより列車の運行コストが25%削減された。1975年に、 コモンウェルス鉄道が再編されオーストラリアンナショナルになった際、CB 型は営業運転から撤退し車庫に留置状態となったが、1986年に復帰し1990年に南オーストラリア州の地域旅客輸送が終了するまで使用された。2018年現在、CB1 がアデレードにある国立鉄道博物館に保存されている。 ブラジルの国鉄にあたるブラジル連邦鉄道に向けて1958年に最初の RDC が製造され、1962年から1963年にかけてさらに23両が導入された。このうち 1600mm ゲージ路線に導入された車両は北米向けの RDC と同じ車体を有していたのに、対し、 1000mm ージ用の車両については、バッド社が開発したパイオニアさんと同型の車体であり、台車もパイオニア型を履いている。1600mm、1000mm 用ともにリートリナとして親しまれ、主に同国中部と南部の様々な路線で活躍。老朽化や運用列車の運行休止などに伴い、1990年代までに、 多くの車両が運用から離脱したが、一部の車両は観光列車用として残存し、ブラジル保存鉄道協会などの手により2020年、現在も整備、運用されている。1950年に、キューバ国鉄向けに、RDC-1 と RDC-2 が、計11両、1956年から1957年に、かけてキューバ西部鉄道向けに、 RDC-1 と RDC-3 が計4両製造された。キューバ革命により、キューバ国内の鉄道路線の運営権がキューバ鉄道に統合された後も1980年代まで営業運転に用いられた。また、1998年にカナダのビア鉄道から6両の RDC-1 が譲渡され運用されている。サウジアラビア政府の協力の下で、 アラビアン・アメリカン・オイル・カンパニーが標準機の鉄道路線を付設した際、旅客用車両として1951年と1958年に RDC-2 を計7両導入した。ダンマーム近郊の路線で使用されたが、1965年にエンジンが撤去され、以降は客車として使用された。ロジャー・ウィリアムス・ DR2700 型。ありがとうございます。